in shock. おはようございます。やっておりました無線ステーション、通称 M ステ泉佐野駅にやってまいりました。いいですね、初々しいこの初陣な感じでいろんな人の目が気になる徹夜です。ございます。テーマはすっぴんの徹夜。大阪のね、南大阪の泉佐野にやってまいりました。プルプル濃厚泉佐野が誇る黄金の卵、これがテーマに今日は養鶏場に向かいたいと思います。卵集めて卵をいただいていきたいと思います。ちょっとじゃあ待ち合わせの人がいるので向かっていきたいと思います。 Here we go。 おはよう眠い。すごっ、レッ、誰待ってるんですか。身内で申し訳ないんですけど、ザ・無線飲食のスタッフのおまゆちゃんって子がいて、その子のおじいちゃんが養鶏場を営んでおりまして、身内アポイントメントを入れさせていただいて今日取れるということで、おまゆちゃんが今迎えに来てくれてます。朝も早いのにね、昨日も夜まで頑張ってくれたのに悪いんですけど、おまゆをお待ちしたいなと思います。おまゆちゃんです。今日はよろしくね。すごっ、クックドゥドゥルドゥ、うわぁ、今日は暖かいですね。本当に着きました養鶏場に。すごく空気もよく、クックドゥドゥルドゥの声はなかなかしない感じなんですけど、 竹のせせらぎの音がとても心を癒されます。ここは、泉佐野が誇る黄金の卵ということで、老舗で結構もう取り扱いができないような状態が結構続いてるみたいなんですが、なんと今回特別に無線の身内ということで、なんと特別に中に入らせていただけるということで、今日は無理を押してちょっと来ちゃいました。あ、おまゆです。どうもおまゆです。もう今氷入ってないんですよね。そうですね、他の業者のところに持って行ったりしてるんで、ちょっと数がね選ばれてるんです。だから限られた卵の数でむちゃくちゃ美味しいのを作ってるということなので、今日はその内部にもね密着していろいろ手伝えることがあれば手伝って、たくさんの鳥と卵たちを、めでに行きたいと。めでに迷惑がないぐらいの感じでめでに行きたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。マジだ、結構テンション上がってる。綺麗、静か、もうお腹かなっちゃった。みんなこっち向いて、こっち向いて、あっち向いて、ねえねえねえ、なんでなんでなんで、なんで向こう向くん。ごめん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 。深いストレスを与えてそうなので引き返します。なんか赤い卵と白い卵の違いは体なの、ボディの色なの。いや、初めて知った。白は白なんだ。
これすらも知らんかったもん。赤は赤なんだ。卵です。殻つかずに生まれた卵。あの卵の中に膜あるじゃないですか。おうおうおう、あれのまま出た卵です。あれのまま出んの？たまにあるんですよ。うわー、いっぱい。まだこっちは餌待ち。餌待ちだ。卵集めをさせていただくことになりました。手袋が M なので入るか心配なんですが、傷物と仕分けをいろいろ取りながらやるみたいなので、ちょっとパイセンおまゆに教えてもらいながらちょっとやりたいなと思います。入った。何もない、うん、通常の卵と汚れてる卵と、うん、傷の卵です。こういう傷だ。これはこっちです。なるほど。これは大丈夫なんでこっちです。1つぐらいで食べとけます。私は1個ずつぐらいは食べて、うん、これは、うん、奥に卵あったりするんですよ。そういうのをちょっと覗いて、うん、あ、割れてまた巻くだけのやつ。あー、ほんまや。傷ついてるもの、汚れのもの、正常なものっていう、まずこれを卵集めしていくみたいです。双子だ。あ、それぐらいの大きさですね。ね、多分双子だ。こういうところからね、あの店でこの卵を扱うとお客さんも安心するよね。あ、てっちゃん取ってきたんだってね。いや、本当に見ず知らずの卵で食べるより、これもなんかこういうの安心して出せるしね。この卵を卵買いご飯とかオムレツとか天津飯とか卵料理ができたらいいよね。いやー、マジでこのチャンネルは本当にいいと思います。そういう意味では。あ、カメラ回ること忘れます。いやー、勉強になった。面白い。ちょっとおじいちゃんの手みたい。あの五割枝の子な、一割やったらな、一万個たぶん毎日五割ちゃうんです。そんだけ卵よく見る。へぇ、一日二個とか。せやから残ってんの俺。こんな八十の年に赤字続けたら何も仕事せえへん。確かに。せやろ、めっちゃ黒字ってことですよね。そら生き残ってんの。そうですね。でも飯食わんじゃん。いやー、すげえ。だってな、ちょっとなんか汚れたついたら、それでこれ、あの何、
あの下の糸なんで。本当それ。本番これあるでちゃんとしたったらもうずっと一番や。だから君が盛り上がったり。ほんで大体あの品評会はみんな君で行くよって。チーズも取ったんやろ。やっぱ卵かけご飯が一番美味しいです。いや俺はそんな。いや面白い。俺今回。僕食べます。食べ食べ。卵終わったよ。これ面白い。ありがとう。卵終わったのか。あ、卵終わった。いいっすね。なんか。他の卵こんな大きいすんで。テレビ番組みたい。なんかこの絵面もめっちゃ恥ずかなんか面白いな。いや、なんかその方がいいね、なんか今、卵持って行ってくれてます。おお。じゃあもう終わっちゃおうか。もう終わっちゃっていい？あ、いいんですか。よし。いや、もうすごい、もうほら並んもんそれで、まさかね、つばやじつばで、君くずやと、こっちゃなんぼにもできるからすごっまざらん昔から卵やってるんですか、ここでは3代目です、3代目3代目仕事して65年仕事して65、15歳からどうですか、まあ、そうそう、中学上がってからお好みでちょっとセンス？センス？ギョンス？こんなもんかな？おお。これおじいちゃんに食べるとこを見せるってのもなんかどういう絵なんと思うけど。ちょっとじゃあ食べて。すいません。いただきます。いただきます。うまっ。いいですね。口しっかりいます。ほんまに。早い食べる。早いな。ちょっと食べる？食べる。まだ梅入れてきたら明日に作ったらね。うまっ。え、一日に何個ぐらい取れるんですか？卵は。4,000〜5,000個取れる。4,500個取れる。え、毎もう毎日毎日。ちょっとどっかに旅行したいとかな。それない、それが欠点や。でそない言うてな、いらんこと聞いてもた。やかめ、そない言うてオートベーションしてみんな泥の前突っ込んでもらう、ね、ほんで機械返して見ようはええで、うん、だから卵うまいやつ分かれへん。あ、そうか。あ、それであかんねん、機械返して。もうちゃんと一人一人に名前つけるぐらい、そう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 、愛情を持たないとストレスが。やったやったじゃん。追加お米来たよ。追加お米来た。しかもお米も美味しいし。これ地の米。うん。カラちょっと待って。卵取ってね。一個。めちゃくちゃ。うまい。しっかりしてる。本当に味も弾力も。米がうまい。全然ちゃう。どうやろ。行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。おじいちゃんごちそうさまでした。ありがとうございます。おばちゃんもありがとうございます。いただきます。おいしい。おいしい。いいよね、お茶碗の大きさもいいんだよね。で、米がちゃんとね、うん、自立してるというか、卵もさながらなんか米もおいしいんだよね。なんか地の米って言ってたもんね。これが黄金ですね。買ってます。泉さんが誇る黄金の卵。黄金です。です。ありがとう、ごちそうさま。ごちそうさまでした。今日は泉佐野の養鶏場にお邪魔をいたしました。
泉さんが誇る黄金の卵がこちらです。はい、先ほど卵かけご飯を食べさせていただいたんですけど、やっぱ取れたての卵、これはしっかりしててもう混ざらないだろうっていうコメントがやっぱ一番でしたね。やっぱ取れたてっていうのはもうすごく弾力もあって、口の中で本当におかずのような生卵でした。それを無銭飲食で皆様に提供したいなと思ってますので、黄金の卵かけご飯なんてメニューいかがでしょうかとか思ってます。まあでもね、卵料理いろいろあると思うのでいろいろやっていこうかなとは思うんですけど、このね無銭ステーションでの次なる動画は何か、まあレシピ動画を撮りたいなと思っております。で今日ね体験した卵集め、白と、赤の鶏ちゃんたちの、気分であったりいろんな細かい部分また楽しめたでしょうか。今後もこういう形でいろんな生産者の方と触れ合いながら、見て回って根掘り葉掘り掘り下げれたらいいかなと思っております。それじゃあこの黄金の卵を持って南千葉ザ無銭飲食に帰りたいと思います。ではまた。